日本愛知県岡崎市夏山町夏山町は愛知県岡崎市ぬかた地区の町名である。岡崎市の中心からやや南東に位置し、ぬかた地区の西部からほぼ中心に存在する。町内には夏山川、平張川が流れている。町内のほぼ全域は森林であり、水田や住宅地は少ない。その他、電力関連施設が立地している。なお町内には町名。 大技は存在しない。町内は大きく分けて木座は柿平、寺の寺平、平割のご区域に分けられる。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。夏山号は1877年に柿平村が 井ノ口村を編入し、1878年に、柿平村、寺平村、平張村、木沢村、寺の村が合併し夏山村となる。1889年10月1日に絹村、1000万町村と合併し、ともえ山村となる。各村のともえ山村合併以後の遠隔は、 栄江江村を参照江戸時代、夏山郷は1686年と1804年の二階山論が起きている。1686年に木沢村と寺平村が争ったのが大宝山をめぐる山論。夏、山郷六村と柳田村が争ったのが大久手山をめぐる山論である。夏山川に沿うようにして通る夏山町のメインロード。 愛知県道333号綺麗山夏山線。木沢八万社。ありがとうございます。